今回のゲストは株式会社ハーバー研究所代表取締役社長の末広英二さんです。よろしくお願いします。パッと聞いたこと、末広さんはむしろツイッター部長という方が有名だったね。そうなんですよね。ツイッターが有名なんだけれども、業界ではマーケッターだったりブランディングの人だったりって言って、こう関わる人によって見え方全然違うっていう。今日はぜひね、はい、その辺の秘訣をお聞きしたい。いろいろ出しちゃいますよ。ちなみに聞いたの、なぜハーバー研究所なんですか？え、社名の由来。あ、ハーバー HABA って書いて、うんうん、ヘルスエイドビューティーエイドの略なんですね。頭文字。美と健康を助ける会社。で、研究するから研究所。そうです。研究所っていい名前じゃないですか。常にこう考えていいものを提供していくったらね、僕そこがね気に入ってるんですよね。まあ確かにすごい真面目な会社っぽい。真面目な会社だし、研究所勤務ってなんかいいんじゃないですか。研究所勤務。まあ僕でも研究所勤務だからあんまり。ということで、はい、今日はいろいろね秘密をお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。はい、お願いします。